で、えっ、ー、と、柴崎触れますか柴崎鎌田について触れると、えー、まず柴崎ですよね。柴崎が、えー、相手の守備がまずリトリートタイプの守備だったので、こうですね。こういう感じになるんですよね。442でしっかり下がって守って、で、しっかり、えー、え442の形が取れてから前に徐々に徐々に追い込んでいくっていう風なリトリートパターンだったので、ってなってくると、えー、柴崎が、 割とこの辺りですかね。この辺りでボール受けることが多くて、で、サイドは高い位置、サイドが高い位置っていう風な感じで、こうかな。こういう感じになっていったんで、で、南野が下がってきてっていう風な形で、この辺りで、 ボール受けて、まず形を作ろうとしてましたよね。で、相手がこれに対して寄せてきて寄せてきてっていうので、ツートップがこういう風に寄せてきて、ボランチも寄せてきてっていう風になった時に、結構ここの間の縦のスペースですね。ここに出す縦パスっていうのが今日は柴崎はすごく良かったかなと。で、なんで良かったかっていう理由としては、相手のプレッシャーが、えっと、 最初そんなに速くないからなんですよね。いきなりハイプレスでわーってくると結構柴崎きついんですけど、相手一回絞って下がって下がってまず442の形を作ってから守るっていう風なスタイルなんで、この間で結構あの時間があって、ボール持ってる余裕があったんですよね。で、割と余裕があると柴崎縦パスの質かなり高いんで、こういう風なあの間狙ったようなパス、で、ここのバイタルエリアの えーっと、から展開できるようなパスっていうのが見込めますよね。っていうのが今日は、あの、良かったかなと感じました。で、それが柴崎についてですね。で、鎌田ですよね。鎌田が途中から入ってきて、えー、後ろから展開するのかなと思いきや、やっぱ鎌田らしいですね。結構高い位置まで入ってきて、そこから展開しますよね。で、一本堂安等の、えー、っと、この辺かなカウンター気味で行って、相馬が逆サイド大きく、えー、上がってきて、 で、こっから、えっ、ー、と、奪い切って、ショートカウンターあ、ロングカウンターか、一気に展開していって、で、相手が寄って寄って、上田に釣り出されているところ、鎌田がここに来て、で、クロス上がってきて、最後折り返せなかったけど、なんとか折り返したのか、けどチャンスまでにはいかなかったっていう、まあ、シーンがあったんですけど、こういうね、あのー、いわゆる、えー、トップ下気味のプレイをするのはやっぱさすがでしたね。 この展開力がね、もうちょい、後半、出てくるかなって思ったんですけど、ちょっと、あんまり出なかったですよね、思ったよりは。ただ少ないながらも形は作っていたかなと、かまだ。これが後半唯一ちょっと形らしい形だったかなと感じましたね。あとは南野ですかね。南野についても触れておきますか。南野が、結構、 えー、上田と南野に、ね、触れますね。上田と南野の関係性が、浅野の時よりはバランス良くなったかなって少し感じましたね。浅野と一緒にいた時割と二人で下がってきてスペースがめっちゃ埋まっちゃって、で相手へも寄せてきてっていう風なので、どん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 狭くなるっていうパターンが多かったんですけど、上田になって南野が途中からなんですけど、ここあえてスペース開けてあげて、上田のためのスペース作って、 そこにパスが出て落としてから初めて裏抜けるとかっていうので、後半ちょろっとだけあのそういう連動が見れましたかね。あと途中からですけど南野がこの間で受けて、でそこから展開するっていう風な形も見れたんで、ああいうプレーが南野が一番やってほしいプレイなんですよね、個人的に。それが少しだけ見れたかなと。で、上田について、 も触れれるとやっぱ上田はあでですすすよよねねオフザーボールの動きががさ、ね、ここのセンターバックと結構この間で駆け引きしてて、で、抜けようとしたりとか下がってきたりとかっていうので、かなり色々細かく動いてるんですよね。あとポジショニングも基本的にはこの二人の間に入ることでマークどっちがつくっていう微妙なライン。 で、つかせることによって、裏抜けして,してきた時にちょっとマークが遅れたりとか、下がってきた時にちょっとマークが遅れたりっていうのは、そのためなんですよね。で、一本ね、あの、 裏抜けしていって、で、相手が間に合わなくってファールになったりとか、それから、上田が左サイドの相馬からのクロスを受けた時に、このセンターバック釣り出したのはすごかったですね。このセンターバック釣り出したことによって、堂安がね、あの、こっち来れば、フリーっていう状況まで作れて、で、結局これボール触ってこの辺にタッチしちゃって、そのまま、あの、ゴールまで行けなかったんですけど、これ上田にもうちょいね、テクニックが、 で、一回こっち側に、同案の方に落とすような、そんなテクニックもし持ち合わせてたら、この上田の動きっていうのは相当武器になると思うんですよね。オフザボールの動きはやっぱ完璧に近いほど上田は良かった。けど、その後のプレーがちょっとチャンスまで繋がらなかったかなと。サイドで流れていってボール受けるのもいいんですけれども、まあ味方のフォローが遅かったりしたのもあって、 で、結局取れてしまったりっていう風なシーンとかがあって、まあ、ちょっと上田はね、ボールもらった後のプレイかな。ボールもらった後のプレイっていうのが、もう少しね、あのー、上がってくると、より使われやすくなるんじゃないのかなって感じましたね。で、あとは、えーっと、相馬と同案についても触れますか。この二人は守備がまず良かったですね。 特に同案かなさすがだって思ったのは、この右、左サイドバックがめちゃくちゃ上がってくるんで、すっげえ嫌なタイプなんですよね、サイドハーフからすると。嫌なタイプのサイドハーフだったんですけど、ここに対するあのマークの仕方っていうのがずっとこの選手マークつくだけじゃなくって、ちゃんとあの、当たりに行くかどうかっていうのを、ここ微妙にあの、動き変えたりして、相手の、 動きだったりとか、それから上田の切ってる方向とか、後ろの鎌田のとか、えー、っと、柴崎がどれぐらい準備できてるかとか、この周りの選手たちの状態見て、それでに合わせてうまく対処してましたよね。山根がちょっと下がり気味だったら自分も下がってスペース埋めるようだったりとか、山根が少し高めの位置に来てたら少し自分高めに入るとか、あの、ここの周りとの 関係性見ながら、守備につくっていうのもさすがでしたし、あと、相手のクロスかな、高い位置での、えー、裏抜かれてクロス上がった時に、山根がもちろんここ下がっては来るんですけど、銅腕もきちんと下がってきてるんですよね。だからここでクリア気味になったとしても、銅腕がちゃんといるんで、あの、相手が簡単にシュート打てないような状態が多かったんで、 ここはさすがだったかなと。で、相馬も一緒でした。相馬も同じような感じで、後ろの状況ちゃんと見えてますし、中の絞りとかもうまかったし、で、下がってきてミドルレンジの打ってくる相手に対してのプレッシャーも一本ね、あの、ピンチになりそうなやつ、防いだんで、この2人はまず守備が良かったですね。